こんにちは、素人歴史研究家ルファです。女子の N です。ネボです。さて今回は戦国時代に活躍した忍者について解説したいと思います。前回の動画で神話のあの人が忍者だったなんて話をしましたが、忍者が一番活躍した時代といったらやっぱり戦国時代ですよね。戦国時代の忍者といったらやっぱり伊賀忍者や甲賀忍者ですよね。伊賀忍者、甲賀忍者って聞いたことありますよ。風のように風になり、雨のように雨になり、雷のように雷になるんですよね。いやちょっとネイボが何を言ってるか分かりませんが、なんかそんなような感じがしてきました。このチャンネルでは素人歴史研究家が歴史の謎や文化や伝承を動画にしているチャンネルです。素人なので史実をお伝えするというよりエンタメ感覚で見ていただけると嬉しいです。歴史に興味を持つきっかけになってくれればなと思っています。またこの動画が面白かったらチャンネル登録、いいねボタン、通知ボタンお願いいたします。コメントもいただけると嬉しいです。いつも皆様の反応に力をもらっています。それでは戦国時代の忍者の活躍を解説していきますね。伊賀流忍者。伊賀忍者は三重県伊賀市と名張市に本拠地を置く忍術の流派でした。伊賀忍者の特徴は一大名に仕えるというより複数の依頼者に同時に契約を結ぶというビジネスのような関係を築いていたらしいんです。なので敵対する大名同士に同時に忍者を送り、伊賀忍者同士で争うこともあったようです。お金さえ払えば仕事を遂行する、まさに現代人のビジネスライクですね。武士は主君のために、忍者はその技術を見せつけるためにといったようなイメージはまさに伊賀忍者から来るものなんです。また伊賀忍者は組織化されており、意思決定は常任三家として知られる3つの強力な家の意向に大きく影響されたと言われています。常任三家は服部家、桃地家、藤林家の3家です。中でも服部家は忍者の中で最も有名な服部半蔵を輩出したことでも有名ですよね。基本的に伊賀忍者の他の家系も3家から依頼が降りてきて、複数の大名に忍者を派遣するという完全組織化された集団だったそうです。現代で言うと忍者の派遣会社みたいな感じです。伊賀忍者は火術や呪術が得意とされており、火術は火薬玉や火矢などを使い、呪術は九字護身法という術は有名です。臨、兵、闘、射ってやつですね。九字護身法は忍者たちが戦争に備えるために行っていたとされています。この術を唱えることで自分自身の気力を高め、敵の攻撃や呪いから身を守ることができたと考えられていました。またこの呪術を唱えることで忍者たちは体と心を一体化し、集中力を高めることができたとされています。また伊賀は京都から近く、京都から流れてきた政治家や情勢に精通した人材を忍者として育成できたため、教養のあるものが多く、文字の読み書きができるものも伊賀忍者には多かったと言います。これは調べる価値ありそうですね。伊賀忍者ってなんだかビジネスライクなイメージがあるんですね。そうですね。彼らは大名に仕える武士と違って複数の依頼人と同時期に契約を結ぶことができるビジネスのような関係を築いていたんです。っていうことは敵対する大名同士が同時に忍者を送っちゃって、伊賀忍者同士で争わなきゃいけなくなっちゃった時はどうするんですかね。多分それぞれの依頼人が伊賀忍者同士で競わせるような形にしたのかもしれないですね。お金さえ払えば仕事を遂行するというのが彼らのビジネスの基本だったから、そこには涙なくしては見られないドラマもあったかもしれませんよ。なるほど、やっぱり戦国時代は厳しい時代だったんですね。そうですね。そんな伊賀忍者も一度信長に攻められて壊滅状態になった出来事もあったんです。常任三家の一つ桃地家の桃地三太夫は天正伊賀の乱で信長と二度にわたって争ったんです。一度目は信長の息子が伊賀に攻めてきますが、忍者特有の奇襲やゲリラ戦に持ち込んで圧勝し織田軍を敗走させました。二度目は多くの軍勢の前に大敗し里は壊滅状態になったんです。で、信長も伊賀忍者を警戒していたんでしょうね。伊賀忍者はそれで滅びちゃったんですか？いや、これで伊賀忍者が滅びたわけではなく、多くの指揮官はうまく逃げ延びたと言われていますよ。その後、信長と同盟していた徳川家との関係は良好になったと言われています。その立役者が服部半蔵こと服部正成です。本能寺の変の後、堺にいた家康は
服部半蔵に守られて三河の国に戻ったのです。この時の家康は家臣も少なく非常に危険な旅だったので、それを命がけで護衛した功績により伊賀忍者は徳川家に仕えていくことになるんですね。へえ、さすが伊賀忍者ですね。そしたら戦国時代の最強の忍者は伊賀忍者だったんですね。いや、戦国時代には伊賀忍者以外にも多くの忍者がいました。中でもよく伊賀忍者のライバルとして伝えられるのが甲賀忍者です。では次は甲賀忍者について解説していきましょうかね。はあ、眠くなってきちゃった。甲賀忍者。甲賀忍者は伊賀忍者と同様に戦国時代で活躍した忍者の一派であり、滋賀県甲賀市を中心に活動していました。甲賀地方は山が多く、忍者にとっては隠れやすい環境であったため、甲賀忍者もこの地形を利用して任務を遂行していました。甲賀忍者は情報収集や諜報活動、暗殺、様々な任務に駆り出され、その技術や知識を生かして戦国時代を生き抜きました。甲賀流忍者は甲賀地方の歴代の領主との穏やかな主従関係にあったとされており、共同体である宋に参加する者は皆平等な立場でした。また甲賀流忍者は特定の大名との主従関係がはっきりしていたことから、雇い主を特定の者に絞っていたと言われています。甲賀忍者は普段は農業や商人として活躍をし、地霊があるとその地へ行って活動していました。甲賀地方には薬草が豊富に自生していたため、甲賀忍者は薬売りに扮して情報収集をしていたとも言われています。伊賀流忍者が徳川家に仕えていたのに対し、甲賀忍者は豊臣秀吉の指示により徳川家を監視する役目も担っていました。甲賀忍者は毒薬を用いた記述が得意であり、普段の生活では薬売りを装って情報収集をしていました。それもあって甲賀忍者は医療や薬に精通しており、現代でも甲賀市には製薬会社が多くあります。代表的なのは大塚製薬や小林製薬など、他にも多く存在しています。伊賀流忍者とは対照的に、甲賀忍者は依頼主を特定の家に絞り、同時に複数の主君に仕えることはありませんでした。例えば甲賀はもともと佐々木六角氏の配下にありましたが、仕える大名が没落すると織田氏、豊臣氏、徳川氏の順で主君を変えていきました。主君は変わりますが、伊賀のように同時期ではなく順番に変わっていったという感じです。なので豊臣家に仕えていた時に甲賀は徳川を監視していたので、その時すでに徳川に仕えていた伊賀とライバル視される原因になったと言われています。実際のところはそこまでいがみ合うほど仲が悪くなかったなんて話もあります。へえ、同じ忍者でも伊賀忍者と甲賀忍者では主君への使い方などがちょっと違ったんですね。伊賀がいろんな企業に優秀なスタッフを派遣する大手派遣会社だとすると、甲賀は大手メーカーの優秀な下請け会社みたいな感じでしょうか。もし取引先の大手が潰れても、その技術力の高さから他の企業がまた名約してくれるみたいな。なるほど、そう言われると確かにそんな感じもしますね。ちなみに甲賀はよく甲賀と読まれるので甲賀と読んでいましたが、正しくは甲賀と読むらしいです。え、そうなんですか。それは僕も知らなかったです。でもこの動画では甲賀と読んじゃってますし、甲賀でやっていきましょう。あ、そうそう、今回のお話でもありましたが、甲賀忍者の起源は前回お話しした聖徳太子の部下の大友歳入なんですって。江戸時代に書かれた甲賀の忍術書、忍術奥義典にそう書かれていたそうなんです。確か大友の歳入の先祖が神武天皇に仕えた道の海の御事なんでしたっけ。そう考えるとすごいつながってるんですね。そうなんです。なので道の海の御事が使ったとされる添え歌探し孫とも甲賀はよく使っていたなんて話もあるんです。添え歌探し孫って何でしたっけ。添え歌探し孫とは言葉の意味を逆さまにして伝える技術で、相手にはわからないように伝えることができる、いわば合言葉や暗号みたいなイメージで使われていた言葉ですよ。忍者たちはこの技術を使って敵を出し抜いたり、手紙を奪われたとしても相手にその意味を理解させないようにしたんです。戦国時代の忍者ってすごいんですね。そうなんです。でも戦国時代の忍者は何も甲賀忍者、伊賀忍者だけではないんです。そしたら伊賀、甲賀以外の忍者についても解説していきましょうか。私ははっきりしたものが好きなんです。他の忍者、上杉謙信の忍者集団軒猿。軒猿という忍者集団は戦国時代上杉謙信に仕えていました。彼らは野党組、伏せ書き、引き物役と呼ばれ、
1561年の第4次川中島の戦いにおいて軍師山本勘助が提案した木続き戦法による武田の奇襲を回避するため情報収集を行いました。その情報によって上杉謙信は奇襲を回避し武田軍に大打撃を与えました。彼らの名は江戸時代に書かれている忍術書の万全集会にも載っているんです。これは調べる価値ありそうですね。風魔一族。風魔一族は戦国末期に活躍したとされる総集ラッパです。風魔一族の風魔小太郎は聞いたことがある人もいるかもしれません。東条五代記によればラッパとは竹へ忍び入り山賊野党強盗して物取ることなり最地ありて計略を巡らすこと怨霊に及ばずと言い、小太郎はこうした関東ラッパのうち小田原北条氏に属した風魔一族の棟梁であったと言われています。元来は風魔一族という漢字だったとも言われています。北条早雲に始まり約100年間関東に君臨した小田原北条氏を陰で支えたのがラッパ集団の風魔一族で、合戦に関してはあらかじめ敵の領国に忍び入り領地を撹乱させたり得意の野党で敵陣を撹乱したとも言われています。北条五記には風魔小太郎について次のように記されています。身長7尺2寸約 2.2 メートルの大男で筋骨隆々、目は逆向きに裂け口も両側に大きく裂け4つの牙が出ていた。頭は福禄寿のように高く鼻も高く声を出せば50丁約 5.5 キロ先まで聞こえ低く乾いた声も出した。そう聞くととんでもない化け物ですよね。でもこれが小太郎の風貌を記した唯一のものなんですって。でもこうした記述が逆に小太郎の実情を誰も知らなかったことを物語っていますよね。北条五記には次のような話も載っています。風魔一党の中に甲州すっぱすなわち武田氏の忍びの者たちが潜入した。それを察した小太郎は夜の河原での話し合い中突然松明を振って叫んだ。すると風魔一党は一斉に立ち上がった。ところが甲州すっぱたちは意味が分からずうろうろしているうちに正体を見破られ捕まえられて切り捨てられた。これは居すぐり立ちすぐりという紛れ込んだ敵を見破るための手段だったんですね。その風魔一党も小田原北条が滅ぶと闇に消えました。一説には江戸に出て盗賊団になったなんて話もあるんです。ちなみに小太郎の名は代々風魔一党の項目の投資名であったみたいですよ。眠くなってきちゃった。雑賀衆。雑賀衆は戦国時代に紀伊の国を中心に活躍した傭兵を生業とする忍者集団で、海運貿易が盛んな地域で伝来したばかりの鉄砲を多数調達して火術に長けた当時最先端の軍事力を有していたらしいんです。棟梁には鈴木孫一が代々継承し5つの地域に分かれて独自の雇用先を選択していたんですって。織田信長に味方する地域と石川本願寺側に味方する地域で分かれ、戦場で雑賀衆同士が激突することもあったそうです。しかし豊臣秀吉の紀州征伐によって敗北し雑賀衆は壊滅し、残った忍者たちは全国に散り散りになりました。また同時期に本拠地として活躍していた根室衆も壊滅したそうです。現在も本願寺では孫一祭りが開催されているんです。私ははっきりしたものが好きなんです。黒羽ばき組。伊達家には黒いすね当てが目印の忍者集団である黒羽ばき組という組織が仕えていました。彼らは柳原都兵という人物を棟梁にしていました。黒羽ばき組の存在は伊達家の本拠地である地域の修験者と交流があったために形成されたと言われています。伊達政宗といったら幼少期に放送で右目を失明し赤眼となったことで有名ですが、1584年伊達政宗が家督を相続すると周辺諸国との戦いが激化していく中で黒羽ばき組を結成してみたいですよ。これは調べる価値ありそうですね。戦国時代にはそんなたくさんの忍者がいたんですね。知らなかったです。他にも戦国時代の忍者はたくさんいましたよ。佐賀藩で活動していた忍者集団嬉野忍者、毛利元就の忍者集団座頭衆関一族、信濃の国の戸隠流忍者など多くの忍者が活躍していたんです。そうそう、忍者はそもそも影の存在ですから表立ってその活躍が歴史に残ることは少ないので、戦国武将ほど知られていませんが彼らがいたからこそ今の日本があると言ってもいいと思いますよ。眠くなってきちゃった。
いかがでしたでしょうか。今回は戦国時代に活躍した忍者たちについて解説しました。戦国時代の忍者たちはその特殊な技術や知識を駆使して多くの武将たちのそばで様々な任務をこなしてきました。その活躍は戦乱の時代において重要な役割を果たしたと言えますよね。なるほど。忍者たちの偉大な功績が現代にも続いてるってことですね。次回はこの忍者編の最終章、江戸時代の忍者について解説する動画を作成しようかと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。